タウング王朝は14世紀頃から1752年まで存在したビルマ人の王朝である。タウングは先行のパガン王朝の時代は小さな村に過ぎなかったがパガン王朝の首都パガンが陥落するとビルマ難民が流れ込み始めその後も次々とシャン族の王朝が拡挙したのでその圧迫を逃れるために難民が流れ込んできた。タウング王朝の最初の王 ティンカバーはこの地に王宮を建設し、パガン陥落以来、ビルマ人の王朝を再興した。四代目ミンチーニョは、領土拡大を拡作し、特に稲作に適したチャウセイの土地を手に入れようと、目論み、1503年、アワの王女を妻として、念願のチャウセイの地を手に入れた。その息子、タビンシュエーティが即位する頃には、チャウセイの領有で国力が大きくなり、 シャン族の脅威は薄らいだ。代わってタビンシュエーティーはポルトガル人の鉄砲隊を導入し、小隊族の治めるアユタヤ王朝の占領をも論むが、失敗した。タビンシュエーティーは晩年モン族を手厚く保護したが、これによってタウングー王朝ではモン族の力が強まった。この中で再びビルマ人の勢いを盛り返させたのがタビンシュエーティーのウバ兄弟であるバインナウンである。 バインナウンは、モン族やシャン族を制圧し、現在のミャンマーの大半を掌握すると、アワエ戦とした。1548年、第一次面大戦争で、バインナウンが、アユタヤ王朝に侵攻し、チャクラパット王が、危機に陥ったが、シースリオータ王妃が妙定して、命を助けた。1558年には、ランナー王国に侵攻して属国にした。 第二次面大戦争では、南高不落と言われたアユタヤを陥落させ、着なパット王がビルマの俗国となることを認めた。第三次面大戦争で再び、アユタヤ王朝はビルマの俗国となることを認めた。しかし、1581年のバインナウン氏後、タウング王朝の勢力は衰え、国内は各地の有力者が乱立し、混乱状態をきたし、国は分裂した。 その混乱の最中、1594年に、アユタヤ王朝が、タウング王朝へ侵攻してきた。この混乱を、ニャウニアンが収集し、ニャウニアンの王朝は復興タウング王朝と呼ばれる。混乱期の1599年から1613年にかけて、ポルトガル人ビルマ傭兵、フェリペデブリトが自立してシリアム一帯を支配した。ニャウニアンの息子アナウペルンは、 現在のシャンシュートエイアワディ川全域を掌握し、復興タウング王朝を再興させた。その後、復興タウング王朝は100年以上にわたり、王朝を維持するが、1740年、ペグルの門族の王を率いる最高ペグル王朝軍が、タウング王朝に対し圧迫を開始し、1752年、ついに陥落した。タウング王朝の勢力が北方に拡大すると、 チェンマイ、チェンセーン、チェントーン、シップソーンパーンナーなど苗王朝の作法を受けるた、遺族の小国が次々に、タウングーの勢力下に入った。苗王朝は、これらの小国の支配者に対し、都市として、英書の各旧指揮官の称号を与えて、間接支配していたため、タウングー王朝の侵略を見過ごすことはできず、劉将軍を、雲南南部に派遣した。 1573年に、劉と東子竜の率いる民軍が、タウン宮軍を破り、タウング王朝に占領された地域を奪回した。その後、1598年まで、雲南辺境をめぐる民と、タウングー王朝の拡築が続いた。1644年に、民が滅亡すると、北京を占領した清志王朝に対して、明王族が中国南部で抵抗運動を組織した。 これを南明という。しかし南明は次第に新軍に追い詰められ、1659年に南明最後の皇帝英略三角は雲南からタウン宮領内に逃げ込んできた。当時は復興タウン宮王朝のピエミン王の時代であったが、タウン宮側は英略三角と交代し主事、フシラ一家を首都アバ近郊に抑留した。これを奪回すべく南明側の李帝国軍が、 阿波近郊に迫ったが、下記に優れるタウン群を破ることはできなかった。1662年に、古三家率いる新軍が、英略帝の引き渡しを求めて、阿波近郊に迫ったため、タウン群側は、英略帝府氏を古三家に引き渡した。その後、タウン群は、西王朝と没交渉だったが、1749年新は、死者をタウン群に派遣して、 長貢を求めてきたため、タウングは1750年、長貢施設を陸路北京に派遣した。この施設団は1752年に北京に達し、県立帝の艦隊を受けている。しかし、この年にタウング王朝は滅亡した。根本隆物語ビルマの歴史王朝時代から現代まで、中高新書、2014年。ありがとうございます。